メーヌース大学は、キルデア県、メーヌースに本部を置くアイルランドの国立大学である。1795年に設置された。アイルランド国立大学を構成する大学であるため、アイルランド国立大学メーヌースコートも称される。大学の略称は MU、またはヌーム。南キャンパスにある墓地への道メーヌース大学は、1795年に設立された現在は、 別個になっているセントパトリックカレッジから1997年の大学法により設立されたため、2019年にダブリン工科大学が設立されるまでは、アイルランドで最も新しい大学だった。メイヌリースはまた、アイルランドで唯一の大学都市であり、他のすべての大学は都市内に拠点を置いている。主に2つのキャンパスで構成されている。 南キャンパスには19世紀に建てられた建築物があり、セントパトリックカレッジと共有されている。北キャンパスは近代的であり、約100エーカーの敷地を占めている。1万3000人以上の学生が在籍し、20カ国以上から集まった900人以上の教職員が在籍している。ヨーロッパ大学協会、アイルランド大学、アイルランド大学協会、 ヨーロッパ国際教育協会、ユーロドックの加盟大学である。大学評価の世界的指標の一つである、クワクアレリ・シモンズによる、QS 世界大学ランキング2021では、世界第701から750位台と、国内第7位である。過去最高は、2010年の世界第401から450位台、と、また、タイムズハイヤーエデュケーションの、 ザ世界大学ランキング2021では、世界第401から500位台と、国内第6位である。中央出願局は、メーヌース大学に代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び、欧州自由貿易連合の学士課程の出願を担当している。学士課程への入学の決定は、カオが合格受験者に通知を出すよう、メーヌース大学が指示している。 大学への入学はもっぱら学力に基づいている。最低限の入学要件があり、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。医学系など一部の学部、コースは別の試験を受ける必要もある。カオは、アイルランドの国家統一高校卒業試験の、リービングサーティフィケートの結果に応じて、合否を決める。イギリスの一般教育修了上級レベル。 フランスのバカロレアなどの欧州連合及び欧州自由貿易連合の試験や国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州の国民、または居住者ではない出願者には異なる出願手順が適用される。大学院への入学はメーヌース大学が直接担当する。メーヌース大学とセントパトリックカレッジは 1795年から1997年までの共通の歴史を持っている。1795年にアイルランド政府によってカトリック神徒と聖職者のためのカレッジとして設立された。1802年からは南キャンパスのリバーズタウンハウスを拠点にしていた。クロンガウスウッドの開校に伴い、1817年に 新都表議員を置いていたカレッジは閉鎖され、約150年間カトリックの神学校として、機能していた。1876年には、私立のアイルランドカトリック大学の厚生カレッジとなり、後に、王立アイルランド大学のリベラルアーツと科学の学位を提供するようになった。1896年には、教皇庁からの直挙が与えられた。 セントパトリック・カレッジは1910年にアイルランド国立大学の公認カレッジとなった。この時点から、リベラルアーツと科学の学位はアイルランド国立大学によって授与されるようになった。1966年、カレッジは再び一般学生の入学を許可し、カレッジを大幅に拡大し、アイルランド国立大学名ヌース校の礎を築いた。 1997年の大学法により、芸術、ケルト学、哲学、科学の各学部は、セントパトリックカレッジの認可を受けたカレッジから、新大学に移管された。宗教関係の学部は引き継がれなかった。また、1997年の設立以来、金融と工学の分野にも拡大してきた。セントパトリックカレッジの学生で、大学設立前に、 アイルランド国立大学の学位を授与された者は、法的には、メーヌース大学の卒業生とみなされる。2014年8月28日に、アイルランド国立大学メーヌース校から、メーヌース大学に改称された。公式な文書では、旧称が使われる。コートヤード学生寮大学のキャンパスは、メーヌースから、キルコック通りにまたがっている。 北キャンパスと南キャンパスに分かれている。両キャンパスは2011年半ばまで道路を渡る歩道橋で結ばれていた。その後、南キャンパスの図書館増築工事のため歩道橋は撤去され横断歩道で結ばれている。キャンパス内にはライ、ビレッジ、リバー、コートヤードの4つの学生寮がある。アイルランド国鉄のメーヌース駅から徒歩15分の位置にある。 メーヌース城南キャンパスには、セントパトリックカレッジの施設があり、カレッジと大学の間で共有されているほとんどの事務室がある。また、法律、数学、音楽、地理、経済、歴史などの学部が、南キャンパスに、事務室を構えている。主な建物は、19世紀に建てられた、アウラマキ島、セントパトリックハウス、ヨハネパウロ2世図書館などがある。 2012年12月に、ヨハネ・パウロ二世図書館の増築工事が完了した。増築部分の広さは6000平方メートルである。南キャンパスに完成した最初の建物は設計者のジョン・ストイトにちなんで名付けられた。ストイトハウスはメーヌース城付近に建っている。メーヌース大学の敷地は増加する新入生に対応するために15年の歳月をかけ、 急速に建設され、現在のセントジョセフ広場に隣接する建物は1824年までに完成した。礼拝堂は、セントジョセフ広場から、すぐの南キャンパスにあり、ミサや、聖火隊の礼拝が頻繁に行われ、伝統的なクリスマスキャロルの礼拝も行われている。南キャンパスには、国立科学博物館とラッセル図書館もある。イオラスムネ北キャンパスは、 南キャンパスよりも、最近、20世紀後半に開発された。主な建物として、学生組合棟、スポーツ複合館、生物科学、工学棟、カランサイエンス棟、イオンタス棟、アーツ棟、理学棟、ジョン・ヒューム棟がある。イオラス棟には、コンピュータ科学学科、ビジネス・インキュベーション・センター、イノベーション・バリュー研究所、ハミルトン研究所、カラン研究所がある。 1997年9月から2018年6月まで、キルケニーにもキャンパスがあり、セント・キエランズ・カレッジを拠点に、サーティフィケート、ディプロマ、学士課程に在籍する学生が在籍していた。芸術、ケルト学、哲学、理工学、社会科学の3つの学部、研究科に分かれており、ほとんどの学生がこれらの学部、研究科に所属している。 2016年現在、大学院の学生は1800人であり、中には、キャンパス内にある、様々な研究機関とのつながりもある。メーヌース大学は、文系、理系学部が揃っている、総合大学である。国際工学カレッジは、中華人民共和国の復習大学との、共同国際提携の学科である。入学試験中央出願局は、 メーヌース大学に代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び、欧州自由貿易連合の学士課程の出願を担当している。学士課程への入学の決定は、カオが合格受験者に通知を出すよう、メーヌース大学が指示している。最低限の入学要件があり、英語、またはアイルランド語の合格最低点と数学の合格最低点が必要である。また、 ヨーロッパ大陸の外国語での合格最低点が必要な場合もあり、数学の高レベル試験で40%を超えると総合点数に25点加算される。また、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。例えば、理系学部は通常、一つ以上の科学科目で特定の点数以上が必要となる。アイルランドの国家卒業統一試験の リービングサーティフィケートの科目試験には、高レベル、普通レベルがあり、入学条件にレベルを指定する場合もある。また、試験の総合点数で、学部、コースに必要な総合点数を達成する必要も、ある。総合点数は、通常リービングサーティフィケートでは625点満点で、ある。例えば、二千十九年の理工学部電子工学科は、 合格最低総合点数は371点が必要な上、数学の最低得点が60%以上が必要である。合否はカオによって毎年8月中旬に発表される。アイルランドのリービングサーティフィケートのみならず、イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合の試験や、国際バカロレアなどでも出願はできる。 欧州連合の国民、または居住者ではない出願者には、異なる出願手順が適用される。日本を含む欧州外の場合、国際バカロレア、一般教育修了上級レベル、大学進学的正試験のいずれかの受験者で、最低入学条件を満たすならば、直接入学できる。ただし、入学を保障するものではなく、優れた。 試験結果を保有している受験者を順に定員を埋める。以上の試験を受験していない者は、1年間のファウンデーションプログラムを設けており、メーヌース大学への入学の準備がなされる。ファウンデーションプログラムに入学するには、ステムで最低限アイルーツで5.5以上、または同等の英語試験が条件である。それ以外の学部では、最低限アイルーツで6.0以上、または、 同等の英語試験が条件である。以下が、メーヌース大学の研究会一覧である。入学試験、メーヌース大学大学院への入学は、メーヌース大学が直接担当する。欧州外の場合、アイルツで6.5以上、または同等の英語試験が条件である。グローバル医療、免疫学の修士課程に関しては、アイルツで7.0以上。 または同等の英語試験が条件である。以下の研究機関は、メーヌース大学の支援を受けている。メーヌース大学は、ダブリン大学トリニティカレッジを拠点とする、CTVR 通信研究センターの研究に、携わっている。メーヌース大学の学生組合は、メーヌース大学、セントパトリックカレッジ、セントキエランズカレッジの学生を代表している。現在、 メーヌース大学には100以上のクラブやサークルがある。キャンパス内のクラブには、ラグビー、ゲーリックフットボール、ハーリングカモジー、柔道、フリスビー、オージールール、バドミントン、水泳、キックボクシング、テニス、アーチェリー、トランポリン、サーフィン、カヌー、カヤック、ゴルフ、スキー、パルクールフリーランニング、ホッケー、フィットネス、アクアティクス、 ハンドボール、スヌーカープール、サッカー、ローイング、護身術、馬術などがある。ほとんどの大学のクラブでは、インターバル大会に参加している。また、メーヌース大学は、ダブリンシティ大学とのインターバーシティスポーツ大会にも、毎年参加している。メーヌース大学では、各クラブの対人戦に加えて、ダブリンシティ大学との対人戦、35S が毎年、 開催されており、両大学が一丸となって競い合っている。各クラブは、独宇と対戦し、すべてのスポーツで35点満点中、最も多くの得点を獲得した大学が優勝となる。礼拝堂クリスマス、キャロルの礼拝は、毎年大学の礼拝堂で行われている。この礼拝は、大学関係者のみならず、一般客が参加できる。需要が高いため、 チケットは抽選で割り当てられている。1990年、セントパトリックカレッジの数学科は、オファレル教授の発案で、数学者のウィリアム・ローアン・ハミルトンを記念して、ダンシンク天文台から、ブルームブリッジまでのウォーキングを開始した。当初は、クオータニオンウォークと呼ばれていたが、現在は、ハミルトンウォークと呼ばれ、毎年10月に開催されている。 メーヌース同窓会は、メーヌース大学とセントパトリクスカレッジの卒業生が参加するものである。同窓会では、同窓会舞踏会や、ネットワーキングイベントなどを開催し、同窓会誌、ザ・ブリッジを発行している。2020年6月現在、200校以上の大学と、学術交流協定を締結している。そのうち、2校は日本にある。日本。 ありがとうございます。